今ね、目標は200万達成ですので、たかがね、10万、20万の回収を見たいとは思ってないと思うので、極限まで絞って拡大回収できる回目だけに絞りました。よし！いいよ。いや、僕映してもらっていいですか、ね、はい、はい、どうも。はい、ということで、皆さんこんにちは。本日ですけれども、200万円企画になります。何月何日だっけ、今日？5月11日。はい、5月11日。午後の12時過ぎぐらいなんですけれども、今日はちょっと津の G1 2日目なんで、津の G1 で勝負していこうと思っているんですが、津っていうとどういう印象ありますか？またまた言わなくちゃいけないなんですけれども、津っていうのはやっぱり陰がね、圧倒的に有利なんですよ、なので僕の買い方がハマりづらいということもありますので、勝負するか迷ってます、正直。ただ後半に1レースだけここちょっと荒れるんじゃないかっていう思ってるレースが1個あるんですよ。それが、まあ1号艇に入ってる選手がかなり気力がない選手なんで、で外には気力がある選手が揃ってるんで、このレースだったらまあいけるんじゃないかっていうところがあるんですが、一応その前半の気配と、もちろん そこに出てくる選手も前半のレース走ってるんで、リプレイとか全部見直した上でいけると思ったらいきます。はい、そこはちょっとギリギリまで判断して、まあ、天井を見た上で決めようと思います。はい、また5万円スタートなんですけれども、3本目の勝負なんで、ここら辺で初当たりが引ければ、もうパチンコライターみたいな感じになってますけれども、ここら辺で初当たり引ければ、おそらく絆広角に入るんじゃないかと思います。はい、はい、ちょっとやるかやらないか迷ってたんですけれども、ツアーインが強いんで、で実際今別企画で他の企画撮ってたんですけれども、ずっと7レースからか、ずっと撮ってまして、全部イン逃げ来てます。なんなら5レースから5、6、7、8、9、10とイン逃げが続いてるんですけれども、次の11レースはここ荒れるならここしかないと、ここのインは危ないんじゃないかっていう風にやっぱ思ってるんで、ここでちょっと勝負しようと思います。はい、外にも気力ある選手がずらっと並んでるんで、ここぶち込まないと多分後悔するんで、いきます。はい、じゃあスタート5万円ですね。僕はもう完全にマックスタイプなんで、ここら辺で初期初当たり引ければ激アツになります。しかも今回後輩としか狙ってないんで、最低でも40万ぐらいいくんで、よしです。はい、じゃあ入れます。はい、さあお願いします。ありがとうございます。はい、ということで勝負レースは、2日目、2G1 2日目の11レースにしました。この勝負レースの1号艇の浜谷選手は気力的にこのメンバーに入れば、だいぶ弱いので、今節の中でも上位を行く気力を持つ選手がこの中に結構いるんで、ここだったらイン落とすんじゃないか、陰線落とすんじゃないかということで、浜根康選手の陰線を嫌って一発、狙っていきたいと思います。で、僕が狙ったのは気力は間違いなくこの中に入ってもトップクラスの3号艇の中澤選手。今節初日陰線逃げて、さっきの午前中のレースも6号艇から1着、まあ、これはフライング2手やったり、平尾選手が2マークで1周2マークで突っ込んだりと、まあ、恵まれての1着なんですけれども、レースを見返すと全然足は悪くないですし、初日の足もめちゃめちゃ良かったと。モーターも前節高吾選手が使ってた伸び方のモーターで、いいのは間違いないんで、これのまくり差し、または巣の舞台っていうのは1周2マークで差し返しが決まりやすいので、思いっきり握って 1-3 の形になってもバックストレッチで伸び返して、競り合っての左打ちさして差し返しての 3-1、 これが大本線になりますので 3-1、 そして記録的に重視するべき 2-4-5、 ここにまんまりしました。はい、3-1-2でも40倍を超えてるんで40万はいきます。3-1-4-5だったら、うん、やばいです。そして相手として選んだ太田選手、松下選手、上野選手は全員足がいいので、浜谷選手が3着まで落ちちゃったパターン、これは満州なんですけれども5000円倍で、はい、なんで50万ぐらいいきます。そして最後に、中澤選手が思いっきり握った時の差し歯が開いた時の上野選手のまくり差し、ただ残り5000円しかないんで、相手はもう本命の中澤選手と1号艇の浜谷選手を残して531と513、
まあこれ満州、513は多分満州じゃないかなっていうところなんですけども、まあ2500円で531だったら満州ですね。はい、これでぴったし5万円で勝負します。はい、これは多分いけると思います。これはなんかもう見えてるんで今日は当たると思います。はい、さあこの陰有利の流れが続いてる、これはここで俺が後輩とぶちかますためのなんて言うんだっけ、布石お願いします。やってやれ中澤、やったれ。さあピット離れ、よし、ナイスピット離れ、よし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 。ここでもう中澤勝ったら明日から売れちゃうから、ここが一番の狙い目ということをまだ俺しか知らない。あ、よしよし、いい感じいい感じ、よしよし、いい感じの普通の無難な3対3。さあ行け、スタート決めろよ、よし伸びろ、いやーよし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 、ただ2も伸びてる、2杯目の落とせ、まくりだぜまくりだぜまくりだぜ、よしよしよし、やーで、うわー、めっちゃ刺さってる、2マークでなんとかな、っていうか1が死んでるね、235ボックスっていうか5頭待て、なんとかなれ、うわー上野だ、だったら513でもダメ、531ならあるんだけど、531ならあるんだけど、大手はなんとか沈めてくれんかな、ダメ、これ差し返しても532だもんな、うわーうわーうわー、毒が入ってきた、うわー、ここ割れるって合ってんのに、ここだけ割れるって合ってんのに、かーマジかー、うわー、王人さんだ、マジで、くわーマジか、うわ今来たと思った、来たと思わんかった、今惜しかったね、いや太田の出足が思ったよりいいよ、あそこから残すんだもんね、くそー、いやーこう残念、はい、おはようございます、おはようございます、普通の G1 優勝戦、ちょっと前回ねダメだったんで、まあ、ここら辺で決めておかないとどんどん負け額が膨らんでいくだけですので、ちょっと今日は気合い入れてやっていこうと思います。はい、じゃあちょっと気合い入れて今日は的中させていきたいと思います。はい、お願いします。あのミネのまくり出しをアシストしたあの時みたいに攻め込んでくれれば激安なんだけどな、とりあえずどんだけ伸びるかっていうのを、星には1から1番、2番、3番、あれ展示で遅れてね、何やってんだよタメ、おい、なんだよそれ、狙いづらいよこれ、大丈夫か、おい、どう思う、ここまで遅れちゃうとさ伸びの比較ができねえからさ、これちょっと罠な気がしてきたな、でももうこのレースしか勝負するレースねえしな、それか優勝戦、優勝戦行こうかな俺、優勝戦行くか、はい、11レースは見送って正解でしたね、完全に、ということで優勝戦で決めたいと思います。本来だったらもっと点数を買いたいところなんですが、もうたかがね10万20万の回収を見たいとは思ってないと思うんで、極限まで絞って特大回収できる買い目だけに絞りました。はい、購入しています。はい、ということで勝負レースですけれども、次の G1 の優勝戦にしました。1号艇の中澤選手は当然足もいいですし、前回の勝負でも狙ってるので実際ね3コースからなんで、モーターがいいのは分かってるんですけれども、いかんせん陰線の勝率が悪いと、
陰性の勝率は通算で見ても5割ぐらい、50% ちょいぐらいで、さらに、まあ、G1 の優勝戦の陰性なんていうのは、まあ、ほぼ経験がないレベルの選手なんで、まあ、1回、3回か、3回やって2度落としてるレベルの選手なんですよ。なので大舞台の実績も悪いと。さらにこのメンバーなんで、こんなメンバー SG の優勝戦にガンガン乗ってくるようなメンバーだらけなんで、ここはやっぱ勝負強さの違いで中澤選手は敗れるんじゃないって思ってちょっと嫌いました。モーターはいいので少しスタート遅れても2着には残せると思うんですが、まあ頭で狙うのはモーターもいいし勝負強いし、まあ技量も間違いないミネ選手の差しです。2、3、5、4の3点でいきました。はい、213と、215、菊池選手と井口選手に2万馬力で、足立選手に万馬力ですね。なんで菊池選手と井口選手にしたかっていうと、まあ、菊池選手は無難に、峰選手が指せば外を逃げるんで、まあ、残せる可能性が高いと。そして井口選手と足立選手は地元でちょっと迷ったんですけれども、まあ、モーター的には断然足立選手なんですけれども、まあ井口選手なんで、まあ、井口選手にモーターはあんま関係ないんじゃないかと、なんだかんだ上位争いしてくんじゃないかということで井口選手にあえて張りました。オッズも井口選手の方が全然ついてるんで、あえてこっちに2万倍しました。この3点なんですが、まあ、本来だったらまくりも買いたいです。正直展示見て峰選手の方が全然中澤選手は最終的に伸びてたんで、2コースまくりで2332とか24とか25とかも買いたいんですけれども、そこまで手を広げてしまうと軍資金5万円じゃ、まあ、特大回収できないということで、まあ、やっぱり10万とか20万の回収で200万を狙うっていうのはかなりきついと思うんで、あくまで目標は200万達成ですので、初期投資から作る資金をどれだけ回収できるかっていう勝負になるんで、ここはもうあえて点数絞って大回収を狙ってきました。はい、さあまずはちょっと怖いところであるよね、このメンバーだからピットバンドで臆せるとダメだよ。あー菊池危ねえ危ねえ、やめろ、ダメ、危ない危ない危ねえ、そこに2万張りしてんだから、よかったよかった。ふぅミネ頼む、トップスタートからぶっ刺せ、よしよしいい位置だぞ、まくりは持ってねえかんな、トップスタートからぶっ刺せ、さあ位置決めたねこれ、よし行ったろ、やばい行ったろ、よし完璧、完璧すぎるんだよこれは、刺すだろ、中澤がちょっと伸び返したけど刺せー、よし待て、売りはない、まずい、峰譲るな、中澤足が良すぎる、峰譲るな、それは飛ぶ、うわうわ、そうなるよな、くそー、215に万張りしてんのに、なあそういう、まあでも峰的にも譲れねえよな、今のはしょうがないというか、よくやったとしか言いようがないわ、さあ完全に刺さったと思ったわ、今のマジドキドキしたわ、なんだよ、で結局何やかんや井口がいるっていう、クソに15でよかったのに、ミネらしいっちゃミネらしいけど、悔しすぎるわ、今節何度も見てきたけど、そのバックの足が良かったね、中澤のな、あとんでもねえわ、止めざるを得ないっすな、ミネだと思ったけど足が良すぎた、しょうがない、うわ刺さったと思ったんだけどな、25だから多分50万ぐらい刺さったと思うな、ああ悔しい、50万、52万ぐらいだね、残念だ、まあでもこれはもうしゃあないとしか言いようがない、やるべきことをやってくれたわ、
まあでも男らしい船券だよ。悔しすぎ。なんだよあれ、刺さってればめっちゃ神回になったのに。確かに。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。久々にちょっときついっす。なんやねんあれ、きついっすね。うん、まあ正直外れ方としても、まあ気持ちいい外れ方だったんで、まあそうだね、ミネが本当に突っ込んでくれたんで、うん、だからもう後悔はないですし、うん、あ、ミネありがとうって思ったけど、あれが差し刺さってれば52、3万だったことを考えると辛いっす。確かにギャンブルは紙一重っすね。うん、だから4連敗で20万負けスタートなんで、ちょっとヤバくなってきちゃった。次は福岡 SGG で勝負になるんですけど、まあ勝負するべきレースが来ればやるんで、まあなんとか的中できるように頑張ります。はいはい。まあまだ20万なんでね、全然巻き返せるんで、これが穴狙いのいいところですから、はい、っていう感じで切り替えて頑張っていきます。頑張りましょう。はいはい。一刻も早くボートレース場から離れよう。空気を吸いたくね、今はボートレース場も。